はい、えー、こんばんは。えー、休校中の皆さんの勉強を応援するウェーブ朝倉学校数学です。本日は2020年4月16日昨日に引き継いについて中学1年生で学ぶ数学、第2章文字と式その2をやります。文字式の計算整理ですね。で、私は講師を務めます。船橋市議えー、予備校講師の朝倉です。えっ、ー、と本日船橋市においてもえー。例えば放課後ルームと保育園が。 4月21日から休業される方向など様々など動きがありましたそれについて朝倉未来ある公式サイトに掲載しておりますのでご覧ください。それでは、えっと、まず私たちあこの講座の基本的なコンセプトですがだいたい15分程度で説明しまして、まあ、小学校から、えっと、高,高校生ぐらいまでに貫く共通事項を重視しますそして数学用語の英単語も復帰します。 Google にを開設していますのでご覧くださいそれでは、えー、本日、えーまあ、この講座やってるのはその、まあ、ずっと3月以降学校が休業,休業になってることに,、えー、によるんですが、えー、このコロナの事態を乗り越える数式というのを私が3月16日に思いついたので紹介しておきます。コロナ、えー、苦労と苦闘で割り、えー、乗り切れば幸せの数字7ラッキー7となるはずだろうということで 頑張っていきましょう。本日緊急事態宣言がさらに拡大されるという方向になり、さらに苦闘が続きますけど、えー、まあお互い頑張ってまいりましょう。それでは、えっと昨日の話の続きです。えー、まあ、整理です。横に並べて、えー、棒を並べて横並びの正方形を作る遊びをしたときに、この正方形のできる個数と棒の本数を調べてみると、1個だったら正方形1個だったら4 4つの棒でできるとで2個だったら7個だとで3個だったら 10, 10だとで4個の正方形だと13本の棒がいるという計算を整理しましたでこれは考え方としては最初に1本だけ棒があったと考えるとあとこの字型に3本ずつ足していくと正方形が次々にできていくからですね。ということで100個の時でも実は最初の1本あってあとこの字型を100個作ればいいので1プラス3かける100ということで 1> 1と計算できます。そうすると正方形 A 個の時は、まあ、A 個の箱だったら1プラス 3A3A プラス1というふうに表現できるこれが文字式ですね、えっと、この A 個に対してこの関係を表すのを文字と数字の交えた式で表現できるこれが文字式ですでこの文字式を一旦作ると規則性を見つけて一旦作ると非常に便利なことがありまして まあ正方形 A 個を作るときに必要な棒の本数は 3A プラス1というふうに分かりましたから、例えば50個だったら、この 3A の A に50という数値を入れれば、すぐに151という答えが出てくるんですね。ということで、文字式を一旦作っておくと、えー、まあ数値の計算が楽になると。で、このとき、ちょっと数学用語の整理なんですが、えっと、この 3A という文字のところに入れる具体的な50という値を、文字の値、キャラクターバリューと言ってます。 でそして、えー、ここの A の代わりに入れることを代入サブスティトーションと言っています。このサブスティトーションというのは結構あの理科でも使われまして、えー、科学の反応期や遺伝子の延期値観についても同じ文字が使われます。そして、えー、ここの入れた結果できる値のことを式の値、The Value of Expression というふうに呼んでおります。それでは、えー、あの引き続き言葉の整理ですで。数学における言葉の整理は、 数学のもん問題とかで言葉を問う問題はそんなに出ないんですが言葉で整理しておいた方が頭の整理がしやすいということで覚えようとするんではなくて理解するので十分ですから、えー、理解をしておいてください。で、えっと、プラスでつなげられた、あのー、塊、えー、それぞれの部分のことをこうと言ってますこれは政府の計算でもいりましたね。で政府のの計算の時には 正の数、負の数のときにはこのプラスまで加えてこうという表現をする、えー、ようにしましたけどもう、あのー、もうこの文字式だとそのプラスのところはもう省いてもいいというあ、あのーまあ、大体考え方になっておりますので、3a プラス1だったらこれとこれがこうですね。で、これは1つのこう。で、これだったらマイナス ab と c と1がこうということになります。で、文字を含むこうで、えー 文字にかけられている数を係数と言っていますで係数。例えば 3a プラス1だったら、この3が係数ですね。で、マイナス ab、これも1つの項なんですけど、これにはマイナス1がかけられたと解釈しまして、係数はマイナス1と表あの考えます。c という時には、これ1かける c の意味で、係数は1だというふうに表現します。で、えっと、係数というのは文字に対してかけられた数ですから、こ,のこれには係数がなくて、これ定数項というんですね、数の項と言います。 コンスタントタームと、まあ、変わらないところということです。さて、その次、えっと、文字が一つだけの時には、これ一時の項と言います。これも A だけ一つだけですね。これ B 一つだけです。一時の項と言います。で、数の項がありますね。で、その一時の項と数の項だけで示される式を一時式と言っています。 これも1次式、これも1次式。これ実は文字が2つあるので2次式と言いまして、これ中学2年生以降で学びました。これ3次式と言うんですけど、中学2年生以降で詳しく学びます。それでは式の計算なんですが、式の計算自身は非常に単純で、も同じ文字を含む部分は係数を計算してまとめる。で数の項は計算してまとめる例えば 3a プラス2プラス括弧二 2a プラス1はこのプラスの時にはカッコをそのまま外していいので 3a プラス2プラス 2a プラス1になりますそうすると文字は文字でまとめて 3a プラス 2a で数は数でまとめて12プラス1で 5a プラス3ということになります同様に 3a プラス2引く 2a プラス1の時にはこの カッコを外すときにはここをマイナスにするという、まあ、計算法がありましたから後で説明しますけど、まあ、それをした上で整理をしていくと a、3a マイナス 2a、プラス2マイナス1ですから a、a プラス1になります。まあ、1a プラス1ですけど、1は省きますので a、a プラス1になります。さて、この文字の計算あたりからは、文字同士の計算で問題が作られておいて、具体的な具体例がないことも多いんですが、 まあ最初ですので一つ具体例で説明をしておきましょうでこれえっ、ー、とまああるお店でその商品が一律に値段が決められているまあ一番分かりやすいのは100円ショップの100円ですねでそしてこれが商品の個数だとしましょう買った商品の個数でレジ袋は1個10円と決められているとしますでそうすると 3a プラス2というのは3個の100円ショップの商品と2個のレジ袋を買ったという意味です えー、そして、えー、プラス 2A プラス1というのは、まあ、2個の商品と 1, を、えー、1, 個1個のレジ袋を買ったということですね、これはあの、2人のお客さんが来たときの、2人を合わせた店の売り上げということで言うと、5個の100円と、それから、や、まあまあ、やこしいので、えー、消費税なしで100円にしておきますと、100円とレジ袋が10円だとすると、530円という数字になりますね。 という,ふうな計算ができますつまり同じ A は A 同士で足して、まあ、つまり商品は商品同士で足してレジ袋はレジ袋同士で足すと、えー、こ別のものですからということで同じ系列のもの同士を足していくという考え方ですさて、あのー、これ A という、まあ、今100円という具体例を言いましたけどこの A という数字で表すとくといいことがありまして 今100円ショップの例で言いましたけどこれが A という数字だとこの A を1000円例えば単価が1000円のものしか売ってないもうちょっと高級な店でも同じ原理が成り立つんですね 3A プラス2イコール 2A プラス1というのが例えば3000円プラス20円のレジ袋2000円プラス 10, 10円のレジ袋だったら5000円プラス30円5030円ということで A に1000を入れればいいだけですのでえっとまあ、えー こう成りり立つとということになりますさて次に引き算の方なんですが、まあ、これは 3,、まあ、3個の商品を100円の商品を3個買ってレジ袋を2つもらった人が後で引き返してきてこの2つの商品いらないとレジ袋の1つ返すといった時には結局、まあ、お店としては1個と1個しか売れなかったということになりますので。 そういうふうに、まあ、例えば具体例でこういうような例えもできますさて異なる文字の今えあの文字の項と定数項の計算ばかりをしましたけど例えば異なる文字の項同士の計算は例えば 3a プラス 2b プラス 2a プラス b だったらやっぱり a は a 同士 b は b 同士で計算しますので 5a プラス 3b になりますで 3a プラス 2b 引く 2a プラス B だったら、まあ、同様に A プラス B ということになりますので、まあ、文字と定数だけじゃなくて文字異なる文字同士の計算も同じもの同士をまとめるという計算になります。それではこれ実はこれ,これ非常に重要なところで実は中学生が入試で間違えるこの分野の最も大きな間違いです。ここがので注目していただきたいんですがマイナスカ のの括弧の外し方なんですがマイナス括弧 3a+1 括弧と10を外す時にはこのマイナスというのはマイナス1かけるという意味なんですね本当はね本当はマイナス1かける意味ですでマイナス1をこの 3a とプラス1に分配法則でかけるとマイナス 3a マイナス1になりますでここ赤で強調してますけどここの括弧の中に入ってた最初の符号と逆転するんですね じゃあ次、マイナスカッコ 3a マイナス1のカッコと字の展開、これはもう、カッコを取ることを展開と言ってるんですが、そうするとマイナス1かける 3a マイナス1です。そうするとマイナス 3a、これマイナスとマイナスですので、プラス1になります。で、2番目の項のプラスマイナスが逆転するというふうに考えてください。で あまり、まあ、こういう形で聞かれることはないんですけど、まあ、仮に、えー、最初の文字の前の式がマイナスになってた場合には、同様に計算して、ここは、えー、マイナス 3A からプラス 3A になって、えっと、これが、マイナス1ですね、マイナス1になります。で、これは、えー、これプラスこれ、これだけマイナス間違いですね、マイナス1で、ここは、あの、プラス1になります。はい、それでは、 えっと、これまで勉強した情報の分配法則というのを、えー、これから文字式をやる上で整理をしておきたいと思います情報の分配法則というのは 3×2+5 というのは 3×2 と3る5の足し算とも表現できるということですね、まあ、つまり 3×7 のこうマス目が並んだったらこれを2つに分けて 3×2 と 3×5 というのを足し算をしてもいいということですそれで えー、例えば、この計算とこの計算、で分配法則のこっちからこっちやってもいいし、こっちからこっちに逆にまとめちゃってもいいんですね。ということで、前にありました、えー、これを例に説明をしていきましょう。はい、えー、と情報の交換、えー、分配法則を使った場合、20×2 20分,分の1プラス5分の1は、 こういうふうにかけて2 0る2分の1と2 0る5分の1をかけてそれぞれ1 0うになって14となるあのもしこの分配不足を使わずに計算するときには通分してから計算しなきゃいけないんですけどそれよりは楽ですねで逆に1 8る3プラス1 8る1 7だったら1 8る3 1 7にまとめてから計算できるのでこれも楽になるということですで主にこれからあの文字式の整理についてはこ,この2の 分配でこうかけていくというこの,この最初のやり方をよく使いますのでよく見ておいてくださいそれでは実際の入試問題で見てみましょう千葉県公立高校入試の前期の問題2017年の問題2 x 3 y 3 x 4 y を計算しなさいとで計算しなさいというのは整理して、えー、もっと単純な式に直しなさいという意味なんですね それではどうするかということなんですが、こういう形になります。えっと、まず、この2という括弧というのを分配法則で2かけるという意味ですので、こうかけます。で、こちらもかけるんですね。分配法則でかけます。で、こっちは 2x マイナス 6y でいいんですけど、さっき言ったように、マイナスが括弧の前にある場合には、ここの符号のプラスマイナスが逆転するということに注意してください。-3x ス… ででで、すす。す。かプラスに転換しますそれで xi、x 同士でまとめて 2x-3yy 同士でまとめて -6y+12y で、えー、-x+6y というふうに計算できますそれではまあ同様にあと2問、えー、まああと 4, 4問ですけどやってみたいと思うんですが、えっと、じ千葉県公立高校入試では こ,このように整数だけでかけられている分配法則で割と簡単に求められる問題は比較的少なくて、だいたい分数絡みで出してくるんですね。ほ、えーまあ、他の件も同じだと思うんですが、2x プラス4倍でこ,のここの分数のところの計算が少し、えーまあ、注意しなきゃいけないということですねで。こっちもそうです はい、で YouTube で見てる人は実際に、えー、計算してから、えー、次を見てみてください,、はい。ただやり方は一緒です。分数であることでちょっと計算でミスをしないように注意が必要なんですけど考え方は一緒ですのでどうなるかということですね。はい、でまずこれは、えっと、ここはまあ普通に展開して分配法則で展開していく。でここは2分の3マイナス2分の3ですね。 でここはさっき言ったようにプラスになります。マイナスマイナスですのでプラスになります。えー、で、3分の3ですから1です。ということは、こう、これとこれをまとめて2分の 2x マイナス2分の 3x ですから、2分の 1x。で、これ Qi ですね。という、これ今年の問題ですね。じゃあ次、もうえっと2019年の問題、去年の問題ですが、えっと、これはこうなります。で、これはこの4をこう。 分配法則で整理をして、えー、にえ、まあその分数の場合にはまあこれやり方の方法なんですが、えっと、最初から分数を計算するということとマイナスの括弧を外すということをセットでやると間違いが起きやすいのでまず分数,分数をできるだけなくすように計算してそれからここで括弧を外すという2段階でまああえてやりました。 で同じようにしてこうできるということですね。さてもう一つです。でこれが2016年の問題なんですが、こういうふうに分数がまあ、一つ一つ分かれてなくて、2分の大きなえっ、ー、と分数で x 分子に x プラス 5y となっている場合です。これはどうすればいいかということなんですけど、実はこれまでと発想法は一緒なんですね。えー、ちょっとこの大きな分数の扱いだけ注意すればいいということです。 でこれどういうことかというとこの2分の x プラス 5y というのは2つに分化して2分の x プラス2分の 5y というふうに考えればいいんです。これ2分の1がかけられてると考えますので。でそうするとここに注意すればこういうふうに整理をできましてここ、まあ、マイナスを括弧を取った時にここ符号が逆転をしてあと xyx 同士 yyyy 同士でまとめて こういうい形になります。でここにも、まあ、注意で整理してありますけど、こういう形ですね。括、え、弧、ー、の時の、あのー、特にこの形が多いですけど、2番目のか、括弧の2番目のプラスマイナスが逆転するということを見ておいてください。はい、えー、それでは、えー、あで、あのー、これ2016年まで扱いましたけど、まあ、 えと私の公式サイトには2015年の問題もありますので、えー、挑戦してみたい人はちょっと挑戦をしてみてください。はい、それではごご聴ありがとうございました